中山寺は、兵庫県宝塚市中山寺にある新温州、中山寺派の大本山の寺院。三号は、死雲山。西国三十三所観音霊場、第二十四番札所。本尊は十一面観世音菩薩。本尊は、インドの昭万夫人の姿を写した三国伝来の、尊像と伝えられる。左右の脇地も十一面観音で本尊と脇地を、 合わせて三十三面となり、西国十三所観音を創設するとともに、北ッ行に解く観音菩薩の三十三の変化身を表彰し、真の三十三所巡拝と同じ区読が得られるという。普段は、秘物となっているが、毎月十八日に回避される。また、安山祈願の寺として有名である。地元では、中山さんと親しみを込めて呼ばれている。本尊神言。 オ馬かキャロにキャッソワかコエか、カ、ノーもスギサトウ中山の寺へマイルは、後の世のため自伝では、聖徳大使が建立したという日本最初の観音礼状である。創建の経緯は、中愛天皇と仙行、大中姫の子であるザカミコと押熊王子の、追善供養のため、あるいはソ我馬子と聖徳大使に敗れた、物のノ,ノベモリアの礼を沈めるために建立されたという。 奈良時代には、大将多数の道東伽藍を備えた、大寺院であったと伝わり、極楽中心中山寺と称されていた。養老二年、大和国長谷寺の徳道商人が明度で、閻魔大王から観音信仰を広めるようにと言われてご法院を授かった。徳道は、その後法院を当時にある白鳥塚古墳内の石棺、石の棺に収めたと言われる。徳道は、 観音巡礼を広めようとしたが、うまくいかなかった。その後、約270年後の平安時代になってから、花山法王が、石の筆から御法院を見つけ出し、西国33書観音巡礼を再考して、当時を、その第24番札所とした。当時は安山祈願の霊場として、皇族や貴族、源、頼朝などの武家、庶民より深い信仰を集めたが、 天正六年に始まった荒木村重と織田信長との有岡城の戦いの戦果を受けて他方刀や五十刀を含む全山が消失した。安土桃山時代、豊臣秀吉が当時に祈願して豊臣秀頼を授かったとされる。慶長八年には豊臣秀頼が片桐勝本を不信奉行として本堂、ご間堂や阿弥陀堂などの伽藍を再建している。幕末には 中山はじめ局が明治天皇を出産する時に安産祈願をして無事出産したことから当時は日本唯一の明治天皇直願所となっている。1995年1月17日に阪神・淡路大震災が発生し、同社や達中の掃除員、家造院などが被災したが後に復興した。中山という山が背後にあり、 山腹にある中山寺奥の院には、薬人明王が祀られ、本堂脇にある湧水は、大筆水と呼ばれている。中山寺の境内からは18丁、徒歩50分程度で参拝することができる。毎月の犬の日は、安山に倒会があり、安山を願い、また、金の糸口の授与を求めて、日本各地から多くの参詣者が訪れる。境内は、エレベーターやエスカレーター、 手すり等が設置されて、バリアフリー化されており、妊婦、年配者、障害者の参拝が容易となっている。三門護衛課を挙げる際にはこの後に、ナムアミダ仏を3回唱えて、休憩に入ることが多い。農協所は、大志道と奥野院は、それぞれの独自の農協所。それ以外は、中山寺農協所。なお、奥野院農協所の未10時から15時30分までの、 受付であり、かつ中山寺本堂から山道で1時間弱の所要時間を要する。清志工人付近から関係者用の車道も通じているが、途中は自衛隊の専用道路を経由するため、寺院の関係者も普段は歩いて通勤している。なお、この車道はハイキングのための通行は黙認されているため、タクシー等の利用の際はこの道路を通るのが、 最も早く、奥の院に到達できる。郵便番号66号の8五88兵庫県、宝塚市長山寺2丁目11番に1号。ありがとうございます。